見つかりまして、うん、命に関わるので、うん、子宮を全部取りました。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、対談ということで、はい、ゲストに川村里香さんをわざわざ福岡に来ていただきましてお話ししていこうと思います。出会いというか、はい、DM をね、いただきまして。はじめまして、川村里香です。ちょっと自己紹介していただいていいですか、はい、ごめんなさい。はい、タレントなどやっていました川村里香と申します。エビスマスカッツっていうグループにも所属して歌などもやっていたんですが、今は、横浜の館内で、バーを経営しております。よろしくお願いします。すごい。その DM をいただいて、ちょっと私自身も川村さんのその体験を知ったことについて、また私も知りたいし、皆さんにも知ってほしいなということで今回対談を依頼しました。ありがとうございます。はい、で川村さんに起こった出来事っていうのをちょっとお話ししていただけたらなと思うんですけども、はい、私2018年の4月にですね、不正出血が出まして、不正出血っていうのは、ちょくちょくあったことだったので、あまり気にはしていなかったんですけど、その後にすごい熱が出たんですね。で39度ぐらいの熱がずっと収まらなくって、でインフルエンザかなって思ったんですけど、インフルエンザでもなく、でいろんな病院を予約して内科だったりとか、泌尿器科だったりとか、でその中でやっぱり不正出血もちょっと気になっていたので、産婦人科の方にクリニックの方も予約してたんですけど、そちらの方がすごくなんか人気なクリニックで、1週間予約が取れなかったんですよ。なのでそこは置いといて、とりあえずこの熱を下げないとっていうことで、次に予約をしていた泌尿科に行ったら、腎盂腎炎っていう、腎臓にちょっとバイ菌が入ってしまって、炎症を起こして熱が出てしまうっていう、逆流っていうか、そのおしっこだったりとかっていうのがちょっと逆流みたいな感じでバイ菌が上に上がってきちゃって熱が出ちゃってたみたいで、それはそこで収まったんですよ。で熱も収まったし、すごい元気になったので、全然大丈夫と思ってたんですけど、今度小学生になる息子が一人いるんですけど、2人目の、子供を産むために、産婦人科を探せたんですよ。引っ越してきたばっかりだったので、そこすごく綺麗だしいいなと思っていたので、せっかく予約も取れたし1週間後行ってみようと思って、1週間後行ったら、ここでは調べられないので、大きな病院を紹介するので、国立病院を紹介するので、ちょっとそこで検査をしてくださいっていうふうに言われて検査をしに行ったんですね。そしたら私の子宮頸部の方に、癌が見つかりまして、で、もうあれよこれよと2週間入院するまで2週間しか時間がないっていうことで、いろいろとそこから調べたりして、手術に至ったんですけど、子宮頸がんの腺がんですね。上皮がんと腺がんっていうのが2つあって、上皮がんっていうのは簡単に言うと、この皮膚の上にちょっとがんができて、ここピロって取っちゃえばそのがんの細胞がなくなる。で腺がんっていうのは簡単に言うと液体状みたいな感じで、ここに入ったら入っていっちゃうのが腺がん。上皮がんの、がんの人の方が多いんですよ、パーセンテージで言うと。でそのあまりいない腺がんになってしまって、子宮を全部取りました。もうその見つかった時点でもそうだし、子宮腺がんっていうものについては、もう取らないと治らないものなんですかって言われました。だからもうするかしないかとかいう判断ではもうないっていうこと。そこで悩む人もいるらしいです。その取るか取らないかっていうので、悩む人も、私もブログを書かせていただいてたんですけど、それを読んだ方から
取るしか方法はないんですかとかそういう風に聞かれたんですけど、私もすごくその時悩みました、うん、あの先生に言われた時に、うん、取らなくても大丈夫でしょみたいな、まあ子供、まあ今すぐ作って、まあ、作れたら作って、で生まれたら取っちゃえばいいんじゃないとか、なんか違う方法を考えようその先生に言おうと思ったら、もう取るしか方法なんかないんですって。そう、川村さんはもうそれしか方法がないし、うん、もう命に関わるので、うん、若いのでもうすぐがんも腺がんなので、うん、体中に回ってしまって、うんうん、なので、まあ、すぐもう取りましょ うっていうことで、だから選択肢がなかったです、私は、うん。で今は完治という形になってるんですか？完治にはなってなくって、10年間、2018年から、はい、2028年まで再発が可能性があるので、うん、今は4ヶ月に1回検査に行ってます、うん、なので10年間終えたら完治になります。そうなんですね、はい。でその取るっていうことは抗がん剤治療とかっていうのはあるんですか？私は手術をして取って、はい、その細胞を見て、うん、でどこまでがんがいってしまったか、でもし頸部だけだったら、うんはい、抗がん剤はないです、うんうんうん、でも私の場合リンパ節って言って、あの股関節って言うんです、もものこの、はいはいはい、ここにリンパ節って言って、うんうん、あの血管の高速道路って言われているものがあるんですけど、うん、ここに入ってしまうと体中にブワーっても、うんうん、高速道路のように早く回ってしまうところにがんがいってしまったかもしれないっていうことで、うん、私は抗がん剤をしました。抗がん剤と放射線治療をしました。それは今はもうやってないんですかね、その、はい、その治療を終えての10年間っていうですか、うん、あ、そうですか、はい。なるほど。じゃあその髪の毛が抜けたりとか、うん、他にこう具合が悪くなったりっていうのはやっぱりあったんですか？私が使ってた抗がん剤がシスプラチンっていう、うん、あのとっても値段も安くって、うん、なんかよく抗がん剤ってもう何百万とか、うんまあ、安くても何十万っていう皆さんおっしゃられるんですけど、はい、私が使ってたものはその保険とか考えずに3万円なんですよ、うん、それを6回高額医療制度を使ったりしたら全然もっと安くなるんですけど、うん、そう、それを使うと髪の毛は抜けません、うん、私の場合は、はい、で、あの全部抜けたっていう例もないです今まで。で症状としては、うん、子供を産んだ方は分かると思うんですけど、座りとほぼ同じ、うん、気持ち悪かったりとか、うん、めまいだったりとか、うん、まあでも気持ち悪さが一番辛かったですかね、うん、そのちょっとした発熱だったりとか。それはじゃ入院中ではなくて通いながらとかですか？はい、そうです。そう、じゃあお家のこととかっていうのも何もできないです、はい、だから母とか、はい、あの実家の近くに本当引っ越してきたばっかりだったので、はい、あの家族の協力で、うん、そこをなんとか乗り越えてみたいな。ちなみにその定期検診っていうのは行ってたんですか、はい、婦人科系の。行ってました。年に1回とか、2年に1回なので、はい、あの無料の、子宮頸がん検査が2年に1回なので、うん、子供を産む時に検査してて、はい、で1年あってその2年目にまた検査なんですけど、うん、その真ん中の1年で私はなりました。へえ。じゃあもう本当にその短期間で、はい、まあ、そのできた場所何にも関わってくるのかもしれないですけど、うんうん、取らなきゃいけないくらいのがんになってしまう、はい、なりますね、っていうことです。子宮は特に、うん、あのいろんな内臓と、うん、あのもう密になっているので、うん、子宮にもしがんができてしまったら、うん、もうすぐ上 の腸とかにも移ってしまうので、はい、大腸がんだったりとかになって しまう可能性のある、実はとても進行の早くって、うん、あの体中に回ってしまう確率の高いがんだったりします、うんうん。そうなんですね、はい、私自身その怪我をする前まで、はい、でも約5年前かな、うん、5年前までは会社員だったので、うん、ちゃんとあの1年に1回健康診断があって、はい、それこそ2年に1回の婦人科検診があったんですけど、うん、
自営になってからというか、あ、まあ、今車椅子になってからもそうですけど、今もなんか行ってなくて、体の健康診断っていうのは、まあ、定期的に血液検査とかしたりっていうのもあるので、その部分に関しては、まあ、もっと細かくって部分ではないですけど、その一般的なまだ20代でやりそうな健康診断の内容はやってたんですけど、婦人科系はだから5年間くらい行ってないんですよね。なのでちょっとこう出会った時に、やっぱり私も今年30になりましたし、もっと真剣に検診を考えなきゃいけないなっていうふうにすごく思ったんですよ、なんか考え方的にみんな多分怖いと思うんですよ。そのがんの検査だったりとか、エイズの検査って結構みんな行かないじゃないですか、それってなんでって私は聞いたんですよ。そしたら、なってたら怖いじゃんっていうので、行かない人が結構いて、そうで、私は検査は行ってたんですけど、なった側として早く見つければ、まあ、がんがあったって、まあ、エイズも今そうだと思うんですけど、見つかったらもうなんだ、治る病気なんですよ、もう早期発見が命を守ることなので、全然行って、もしがん見つかったよって言われても、大丈夫なんで、本当に私もこうやって生きてますし、もし取ってしまうっていう選択があったとしても、いろいろ悩むことはあると思うんですけど、進行してしまって命を絶つよりも、その一歩手前で自分の命を守るっていうことが多分検査だと思うんですね。そう、やっぱりね、家族だったりとかっていうのもね、もうことを考えても、やっぱりそういうのは行って自分の体を知るっていうことが一番大事なのかなって思います。そうですね、私の場合はこう動かなくなった体で、まあ、歩くことを、まあ、失ったといえば失った中で、でもよくよくこういつもこうふと考えるのが、その転落事故で私は怪我をしたんですけど、よく死ななかったなっていうのも思うんですよ。本当にヘルメットとか安全器具っていうのは一切なくて、その落下したのに、怪我をしたのはその脊髄 その胸のところだけを骨折して、外傷がゼロだったんですよね。私本を読んだんですけど、落ちた時に鯉の池、はい、そうですね、はい、に落ちた、そうです、半分こう鯉の池のこう縁があるじゃないですか、境目というか、そこに上半分は陸に、お腹から下というか、みぞおちあたりからがこう鯉の方に使ってたっていうのがあったので、なんかそれが例えばもし逆転してたらとか頭打てなくても水で溺れてたかもしれないとか、いろいろ考えた時に、生きてるってすごいことなんだなってやっぱり思ったんですよ。歩けなくはなったけど、生きてることで何でもできるし、まあ、このいろんな医学の進歩もあるので、なんかそれに、こう力を借りながらできることもあるしって思ったら、検査して具合が悪いところとか、体にとって何か悪い部分がを覗いてちゃんと生きているってことが、私はすごく大切なことなんだなって思ったんです、それこそ車椅子じゃなくても、やっぱりいろんな人たちがちゃんとクリニックに行きやすい環境、私もでも行きにくかったんですよね、やっぱりこう内診、お股を開いてするやつとか、それこそ決められたクリニックしかもう地元にはない、ここしかないってなったら先生をまず選べないんですよ。ですよね、だから男の先生とかおじいちゃん先生に対して内診されるって本当に初めての時は嫌で、なんで女性の先生いないんだろうなとか、選べる選択肢がある場所に住んでる方はなんか男性抵抗あるなって思えば女性がいるところにでもいいので、やっぱり行って検診してもらいたいなっていうふうに。そうですよね。男性の先生も素晴らしい先生たくさんいるんですけどね、でも女性としてはやっぱりそれで女子高生とかだって行かなきゃいけないっていうか、行った方が良かったりするんですけど、やっぱり男性に見られたことのない方だっていっぱいいるじゃないですか、だから
そうか、選択肢っていうのってすごい大事ですね。そうなってくると、こういろいろ生理のことを調べてる時に、うんうん、女性同士でその生理の話をするのができないっていう人たちも今すごいいるんですって、うんうん、なので例えばそれこそ不正出血があったとしても、うん、自分の中だけで、あみたいな感じで、うん、こう友達にもこういうのあるんだけどとかっていう相談も多分できなくて、うん、そのままにしてる人たちとか、うん、たくさんいると思うんですよ、うん、それこそ生理痛がひどいのも、うん、仕方ないって思ってこうただただ薬を飲んで我慢するっていうのも、うん、その生理痛がもしかしたらっていう、ね、うん、生理痛の痛さじゃない場合ももしかしたらあるのにっていうのがあるので、うん、なってしまうものはなってしまうけど、うん、でもそれを早くね見つけるためにやっぱ皆さんに、まあ私もそうですけど、うん、行きましょう。今年絶対に最初に行きますうん、うん、YouTube にしてくださいあ、そう、でもそれこそ車椅子の人がどう出産してるのかとか、うん、その生理のこととか、うんうんうん、なんかできたらいいなっていうのを言っちゃったけど、うんうん、言っちゃったけどっていうのが、まあ、叶えばちょっとそういうのも本当に先生と含めてお話ししたいなっていうのはちょっとあったので、うんうんうん、なんかそういう発信をね、なんか言えないんだったらこういう YouTube でこう伝えて皆さんのなんか後押しができたらなと思います。素敵です。はい、じゃあちょっといいですかね、こんな感じ。ちょうどいい、ちょうどいいかな。あ、よかったよかった。はい、じゃあ、はい、ということで、ね、今日は川村梨花さんをゲストにお招きしまして、ちょっとがんのことを、はい、お話ししていただきました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。